ってねおはようございます。びっくりするほどボサボサすっぴんなんですけど、ちょっとさ、リップを塗っていきたい。リップあるかな。うん、あった。ペチペチ太郎くまさん、ありがとうございます。こちらちょっとこっちこっちから、あ、よみんなおはよう。おはようございます。おはー、松本千佳子です。イベント6日目、6日目です。昨日は制服の目公演を覚えながら寝落ちをしていました。寝起きだよ。ただいまですね、イベントに参加しておりまして、ランキングは8位です。最後まで諦めずに一緒に1位2位狙ってほしいです。お願いします。そしてこちらの片手を挙げているクマさんが重要ギフトになるので、このクマさんを投げてくれた人数も大事なので、お、たくみん、ありがクマ、そのクマです。皆さんクマ違いしないように。ボサボサなんですけど、あ、たくまくんありがとう。よし、今日は制服の向こう園を全部覚えるんだ。もう それでは皆さん、今日さっき今入れた、これはあれです、ブルーボトルコーヒーのやつです。乾杯です。朝から今日の朝ごはん、カフェラテ、コーヒー、ミルクコーヒー。てっちゃんもありがくまです。嬉しい。そのくまさんを投げてくれた人数も大事なので、うまっ、おいしい。やっぱブルーボトルのコーヒーっておいしいな。一番好きだわ。おはちかちゃんです。今日は公演だよ。テロップ書こう。あ、すみみん、ありがくま、イベント挑戦中です。1位つかみたいって書いた。今日の配信スケジュールは、今日10時から11時まで朝配信して、その後今日は劇場公演なので
20時から終演後の、ちょっともしかしたら早まったり前後あるかもやねんけど、大体の時間は20時から21時まで、今日のコラボ配信は同じチーム S の吉野と一緒に、北川吉野ちゃんと一緒にコラボ配信をします。そして夜また23時から1時間まったり配信をしようかなと思います。あのほんまは公演前にもうできたら、めっちゃ固かと、公演前にもできたら配信をする予定で、まあ、ちょっとそれは自分の準備次第、あとリハ次第なのではっきり言えずな やねんけど、おおよその配信スケジュールはその3時間です。よろしくお願いします。皆さん今日も一緒に楽しい時間を盛り上げに来てください。最近寝ても寝ても眠いし、寝ちゃう、なんかやることいっぱいあるのに睡魔に負けて睡眠に負けちゃう。なんか今のなんか三大欲みたいなやつ、もう睡眠が一番の優先順位な気がする。起きられん、夜更かしとかできん、今いろいろ重なってるからだと思うけど。お、すけさん、ありがくまです。くまさん、いや重症だよね、食欲が一番じゃないって重症じゃない、結構。じゃあ今日は今から X の前回の髪型いいねチャレンジの答え合わせをしたいと思います。この前の公演の時ね、何ヘアしたっけ、うわこれなんて言うんやろ、アレンジ的に。前回、あでもウェーブ巻きかも、ウェーブ巻きです。外羽でもなく、あ、仕事中だから音声で聞いてるよって、ありがとう。じゃあ面白い声を届けるように頑張ろう。声とは、おはようみんな、今から髪型いいねチャレンジするよ、 X の。いきます。猫ちゃんヘア、猫ちゃん、昨日あゆかに言われてんな、明日の髪型は猫ちゃんねって言われたけど絶対しないよって言ってた。あーね、ちっちゃい娘さんを連れてきてくれたの、可愛かったよ。続いてデコ出し、まあデコ出しではあるけど、えぶぷです。三つ編みアレンジ、前髪左流し、ぶぷポニーテールね、ぶぷストレート、ぶぷポニーテール、ブッブー、あおちょんぼ、ブッブー。そう、ハーフツインもね悩んだのよ、コメントでハーフツインがめっちゃ多くて、あとハーフツイン、ハーフツイン、ブッブー、あイベントの中だから振り立てよ、そしてクマヘア、なるほどね、やんない。クマは欲しいけどクマはやんない。デコ出し巻き巻き、あー正解にしよう、これ巻き巻きなんで、ポンピー、お団子の洋館、ブブ、おちょんぼ、ブブポニー、ブブ前髪流してのストレート、ブブおちょんぼ、ブブ、巻き下ろし、ポンピン、編み込みプチツイン、ブブポニー、ブブおちょんぼ、ブブサイドの三つ編み、
でストレートかな、ブブハーフツインブブハーフツインで笑いすぎ、ハーフツインでさ、あの涙出ながら笑ってる絵文字2つついてるんですけど、ブブあーハーフツインブブ、ハーフツイン人気だな、おちょんぼ気分かな、ブブお団子ブブ、おちょんぼブブ、ストレートブブ、ポニーブブ、編み込みブブ、おでこ出しのウェーブ、あーポンピン、これウェーブなので、ウェーブってよく知ってるねみんな、ワードさすが、おちょんぼブブ、デコ出しストレートブブ、デコ出しのストレートブブ、ハーフツイン、ハーフツインかブブ、巻き巻きチカちゃんポンピン、巻き下ろしポンピン、外羽ねブブ、角ブブ、デコ出しストレートブブ、デコ出しチョウもブブ、お団子ブブデュアリーパーみたいにサイド分けでかっこよく、ブブー三つ編みブブー、おちょもブブー、三つ編みブブー、デコダシストレートブブー、おちょもブブー、ストレートブブー、ポニートブブー、あ、コメし忘れだって、許そう、正直に書いてくれたから、おデコダシストレートブブー、花火とはウェーブ巻き巻きポンピン、ツインブブ、お団子ちゃんブブ、あ、ポストの写真、外羽かブブ、お団子ブブ、おちょんぼブブ、おちょんぼブブ、ポニーブブ、おちょんぼブブ、ちょんぼブブ、え、おちょんぼめっちゃ多いねけど、ブブ、ストレート、ストレート、ツインブブ、間に合わなかったって、ストレート、外羽デコでストレート、前髪流しのストレート、ハーフツイン、おでこ出して大人かわいい感じ希望、もう大人かわいいんですけどねちょっとこれはなんですけど、あ、コマさん、クマありがとうね、サイドポニー、ね、サイドポニーできないよまだ、デコ出しサタハネ、デコ出しストレート、クマブブー、デコ出しチカちゃん、三つ編み、デコ出しデコ出しや、デコ出しなんよ、これかな、みんなが思う、ブブですな、あ、待って、 X にあげてなかった、今日の朝配信って、待ってね、ということで今回の正解者1、2、3、4、5、6、6人、いい感じじゃない、おはよう、今起きた人まだ間に合うからね、あと45分やるので、イベント6日目になる、うん、赤シャツありがとうね、イベント5日目なんかこのさ、日付感覚がわからんくなる、こういう難しくない、あ、6日目になるか、イベント6日目もどうぞよろしくお願いします、前回のいいねチャレンジコメント少なかった、プン、前回の髪型はかゆいウェーブ巻きってやつです、え、昨日タコパ10個12個ぐらいかな食べたよあ、赤シャツ、クマさん2つ目ありがとう、え、もうちょっと待って、めちゃくちゃ美味しいねんけど、このブルーボトルのコーヒーを牛乳で割る飲み方、ちょっとボサボサすぎる、しかもちょっと牛乳多めにしたからめっちゃ美味しい、ちょっといくらすんねやろ、調べよう、
が欲しい、ブルーボトルの可愛い。コーヒー高いの。瓶のやつ。インスタントじゃなくてね。あ、2200円だって、ノラベース。まあまあ、もうこれギフトに皆さんおすすめですよ、これ。ノラベースってコーヒー。ブラックも美味しそうだし。オーツミルクのセットもある。2000円なので、いやね、名古屋行列なんかな、わからへん。行ったことない、まだ。名古屋行列になりすぎ。でもすぐにね、落ち着くってのも知ってる。ノラベースコーヒーおすすめでございます。おはようございます。目薬さそう。目薬さします。あ、あきちゃんありがとう。ありがくま。ちょっとさ、制服の目公演をさ覚えてもいいかい。寝落ちしてしまったため。ちょっと電波が邪魔しないようにしよう。あ、チェルシーよ、キミニちゃんもありがくま。制服の目公演覚えてます。どれを見たらいいんだ。え、うー、そうなん。制服の目近くマニアちゃん、え、じゃあ当選してる。うん、嬉しい。なんか映像がありすぎて。氷ね、これ大好きなの。やっぱり併用しちゃら、しちゃらだってダメっぽいな。今制服の目を覚えようと思ったらごめんよ。覚えたかったのに。電波が怪しいよね。ちょっと離れて見てみる。携帯の電波もだって良くないもん、うん、おはよう。ちょっと離して見てみる。
ね、ウェブ用スマホにダウンロードする方法もあるんですけど、私やるやつとやらんやつがあって、多分 Wi-Fi な気がするんだよな、この感じ。うちの諦めるか。昨日のタコパは安定に明太子チーズが優勝しておりました。優勝していまして、キムチも美味しかったけど、キムチ焦げるね、ちょっと。え、電波悪い、もう復活したかな。ポン酢とあと塩が美味しいです。味はたこ焼きソースも美味しいけど、あとマヨネーズ、マヨネーズってなんであんな美味しいんやろうな。みんなの好きなたこ焼きの味付けは、たこ焼きソースと、まあ王道以外で、王道たこ焼きソース、マヨネーズ、青のり、かつお節やと思うけど。え、関西って塩のイメージあんの？ほんまに。まあソースはね、王道1位なので。オイスターソース、あー、明石焼きか。一回しか食べたことない。踊りたかったのに。あ、何もつけずにそのまま。王道が普通か。なんか、あ、醤油したことないな、醤油。今度一人入りたこ焼きやってみようかな。一人たこ焼き配信して、どの味が美味しいのか検証。醤油いいんだ。紅生姜ね、食べれるようになりたいの。ソース、醤油、塩、ポン酢、あと何がある？味変するなら砂糖はちょっと違うでしょ。何がある？あと味変、七味、いやそれは別にか。わさび醤油パス、わさび嫌い。ずっと言ってる。味変、あ、ケチャップね。あ、オリーブオイルいいね。おろしポン酢、あ、しみせありがとう。え、やってみようかな。あ、赤シャツもありがとう。くまさん3つ目、2つ目この配信の、なんか昨日監督がさ見に来てくれてさ、モッパンが重要みたいな、あのポスターにもあって、モッパンが重要みたいなんで、私あんまりね食べてる姿を恥ずかしいので見せること少ないんですけど、はにゃ。明日の配信、多分明日ラストなので、一人たこ焼き配信しようかな。まだ洗い物でやっておいてるから。わあ、カロリーのチキソース美味しそう。
一人たこ焼きのなんか本当にあとちょっと粉がさ 500g かなあって、で昨日 400g を使って 100g だけ残ってて、その 100g で多分20個も焼けん気がするたこ焼きなので、まあ15個ぐらい焼けたらいいかなみたいな感じ。お昼にしよっかな一人で。としちゃんのポンありがとう。ちょっと明日の予定は、明日はちょっと逆算したくて、最後7時59分までなので、待って、くまさんめっちゃくれた、としちゃん、ぬっぽん、近くを見守るまっくん、ゆうたくんありがとう。明日は7時59分、7時半から7時59分はちょっと最後の意気込み配信で、1時間半なんと好評だったリバイバル配信をしようと思いまして、夕方頃かな、夜、もうそのまま、え、何時だ、ちょっと逆算させてね、5時6時台ぐらいから1時間半くらいは、そう明日はゆきちゃんと、私の同期のゆきちゃんと一緒にカラオケわちゃわちゃ配信をしたいと思います。したいと思います。ゲスト、同じコラボゲストです。私の同期と一緒にカラオケで一緒にしようと思います。3時間を超えないようにポンで、2時間でしょ、で1時間はお昼頃、ちょっと計算させて、あ、朝たこ焼き配信しよっかな、バカ、9時から10時、え、バカですか、寝起きたこ焼き配信しちゃったら9時から10時寝起きたこ焼き配信します。朝たこ焼きで、その聞きたこ焼きどの味付けが優勝なのかいろいろ検証したいと思います。もっぱん、え、寝起きたこ焼きするよって、嬉しい、いろんな味付けを用意したくて、まあ、残りの 100g のお粉を使って、いや粉はねもう混ぜとくわ、あとこれは朝は1時間、時間に気をつけてやるので、1時間朝たこ焼き配信1人最終日リバイバル配信やろうかなと、もっぱんたこ焼き、まあ1人なので、まあ、10個ぐらい焼けたらいいかなぐらいなので普通のソースマヨネーズでしょ、ポン酢、塩、醤油、あ、忘れちゃった、あと何がみんなおすすめって言ったっけ、オリーブオイル、醤油マヨとかも美味しそうだね、ちょっとおすすめの味付けがあれば、やだわさびとかチョコとか絶対入れ、あ、チョコでも入れてみたかったかも、意外と美味しいって書いてたから、あー、天かすない入れたい
レモン汁美味しい？酸っぱくない？あ、小松さんありがとう。ガーリックはちょっとその後お仕事があるので控えますかな。何個焼けるかが分からんへんからね、 100g で。まだたこ焼き器がちょうど洗って置いてるので使えるというのを使わせていただきます。ということで皆さん、明日は朝9時から。勇気のメガネちゃんありがとう。9時10時で朝配信、朝タコパ配信一人、モーニングたこ焼き配信で、5時45分ぐらいから6時、違う7時、計算合ってる？うん、7時15分くらいまでゆきちゃんとカラオケ配信、そして最後7時半から7時59分59秒まで最後の意気込み配信にします。あ、赤シャツたくみ、くまさんありがとう。あ、寝坊者発見。寝坊者発見。でも来たの偉い。残りあと1日も今日入れて2日やねんけど、最後の最後まで何が起こるか分からんし、諦めずに一緒に応援してください。私も諦めないので、中途半端にしないし、最後まで全力で本気で頑張りました。え、あおちゃん、でっかいパンダ、これタワー、ありがとう。大空くんもありがとうね。大空くんもお肉ありがとう。3個か4個か。皆さん無料ギフトもあるのでね、ぜひそっちも投げてね。今日の予定はまず11時まで朝配信しまして、20時から公演後の配信を吉野と一緒にします。そして23時からラスト1時間まったり配信をします。私の理想、23時頃はもうお風呂入ってたい。うんうん、3時間気をつけなきゃダメなのね。よろしくお願いします。はあ、なくなっちゃうよ。明日たこ焼き食べる前に絶対ヨーグルト食べよう。あ、赤シャツくまさんありがとうね、いっぱい。まあでも、あの19時59分59秒まで明日のイベントはそうやねんけど、最後ね、多分あのそのイベントが終わった後にちゃんとお礼を改めて伝えさせてほしいので、ちょっと20時過ぎくらいまではすると思う。イベント自体はね、19時59分59秒までね。モーニングタコパしてます。楽しみだな、今日の吉野とのコラボ配信も。たっちゃんありがとう。あとゆきちゃんとのカラオケ配信も楽しい。6月入ってからも、そうよ、今日から6月よ。みんなたくさん会いに来てね。6月はもうすでに公演にがいっぱい決まってて、1日でしょ、で5日でしょ、6日でしょ、で8日も出るので、やば、来週やば
ありがとう。いいな、銀だこも食べたいんだな。なんかいろんなたこ焼き食べたい。あ、そうそうそう、ジョイサウンドね。あっぶんなジョイサウンドね。みんな間違えちゃダメだからね。ジョイサウンド、ね、ありがとう。お、しまいち、ありがとう。くまさん、皆さん、くまさん大事ですかね。15680、ほらもうこの時点でさ、近く5回公演出るからね。嬉しい、嬉しみ。ちょっと5月は、じゃあ嘘、6月は公園にめっちゃみんなを呼ぶかも。写メ会も6月みんなお忘れなくね。15、16日、あとね、なんかね、残り少ない部が出てるみたいなので、また夜告知しますが、ありがとう。赤シャツもクマさんいっぱい。ダム、じゃあダムじゃない、ジョイサウンドのカラオケ行く。お、6月15日土曜日の5部が残り19だって。で、来てね、写メ会もおしゃべりできるので。6月の公演ももちろん劇場も以外もみんなを連れていけれるように頑張るので、ついてきてね。ジョイサウンドとダムって何が違うんだ？機種？なんか携帯で言う au とソフトバンクみたいな感じ？ドコモとか。ダムじゃない、ダムじゃない、ジョイ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 っていうとこ。メーカーか。何がさ違うの、それで。どっちも良くない？あ、曲があるなしがあるんだ。ええ、なるほどね。どっちもいいからさ、よくなく機種選んでくださいって言われたら、え、どっちでもいいなってなる。あ、採点とかがあるんだ。採点がちょっとむずいらしい、ダムの方が。だそうです。こんにちは。急に急に隠す。ちょっとダムにしたら、その時はご愛嬌。頑張ります。なんだっけな、忘れちゃったよ。です。今日のスケジュールと明日の配信スケジュールは、なんか何をしなきゃダメなんだ自分。制服のメモやんなきゃだし、鉄名もさ思い出さなあかん。3月に出る予定だった以来やから、2月以来。
となると、4ヶ月ぶり、もう忘れた、もう忘れた、私忘れる天才なの、すぐに。ゆきおくんありがとう、くま。お、みんなこの今出てるポスター、小倉トーストなんだって。でも確かにさ、あ、小倉トーストだってなってんな。昨日監督が教えてくれて。あ、待って、ホウオウシュムって読むのかな、呼び方合ってるかな。ありがとう、くまさん。それで1ヶ月に違う演目、しかも全部 SK のオリジナルなんですよ。だからしかも1ヶ月どころか1週間なので、 SK を感じる、チーム S を感じる1週間にしような。みんな応援よろしくね。でも多分ね、愛を君に愛を僕にが一番しんどい気がする。あ、まあでもトータルの体力で考えたら制服の目やけど、頭4曲のハードさは多分愛を君に愛を僕にが一番な気がします。ペチペチ太郎ありがとう、くまさんありがとう、くま。ケツとか覚えませんか。ケツ今何人いるの、人数、人数練習しなきゃ。そう、ルカちゃんとね出れるのも嬉しいな。最後にいっぱい、あ、ケツ今16人いるのか、もうすぐ減っちゃうのか、寂しいよね。オリジナルメンバーがどんどん減っていくのって寂しいよね。一緒に作り上げたメンバーでさ、より結束力団結力が生まれるからこそ、あ、ここに今いるメンバーはあの子じゃないのかって思う時もあるねんけど、なんかそこをまた新しいメンバーが立ってつないでいっているっていうのも素敵だよね。あ、今17人か、ケツ。繋いでいくんだよ、みんなで。こんにちは。でもなんか失ったっていうか、去った人に対してなんかずっとそれを思い続けるのも嬉しいよ、思ってくれてるのも嬉しいけど、なんか今をね大事にしたいし、これからも昔も楽しみだしすごかったけど、私は今を楽しんでほしいし見てほしい。嬉しいけどね、こうもしじゃあ自分が卒業した、いつか卒業した後にさ、思い出すなって言ってもらえるのは嬉しいけど、そこばっかり見るんじゃなくて、なんか今をまた常に見ててほしいし、大事に私もしていこう、していきたいなって思う。今日6月1日か。公演前に配信できたらいいけど、できなかったら怪しい。あと今日は17時からなのでね、ようにね。S 公演ってさ、2時間くらいトータル時間、多分公演によって時間が違うと思うけど、
演目か。1時間半？優しい無理しないでねってありがとう。あ、2時間なんだ。約2時間前後みたいな感じ。あ、お見送りをすると2時間過ぎるけど、演目自体は2時間ないくらい。なるほどね。2時間ぐらいか。あと MC の時間だね。あ、つるちゃんありがとう。くま生誕祭の時とかちょっと長くなったりするしね。なるほどね。なんか今まであんま考えたことなかったんけどさ、劇場公演の演目があるってすごいよね。一個じゃなくて。で、そう思えばさ、劇団四季とかさ、もうそういうの感じじゃん。まあロングランというか長いけど、劇団四季の方が結構その公演やってる時期いろいろやり、なんか入れ替えたりじゃないけど、あ、そういう感じかと思って、エモってなった。使い方合ってるかな。面白いよね、演目っていうのがあるって。12曲とかかな。すごいよねって思いました。そういうね。確かに専用劇場があるからできることだよね。本当にありがとう。今日もみんな応援してね。パワーください。公演来てくれる人気をつけてきてね。DMM で見てくれる人も、今日も推しメンが可愛いって伝えてね。悩むな、今日の髪型。一つ縛りにしたいのもあるけど、でもなんかおちょんぼが人気だったっていうのもあるし、さすがにパーフツインはな、ちょっとなんか痛いかなみたいな感じもあるし、まあ似合えば何でもいっか。いや、ストレートこれなんよ、ぶっちゃけ変わらへんのよね。ちょっと髪型含め幕が開いた瞬間も待っててね。楽しみにしててね。え、受付のお姉さん可愛いだって。へえ、そうなんだ。怖っ。今の自分怖っ。挨拶しようかな。私のファンの人が可愛いって言ってましたよって。推しメンに伝えるべきことと伝えなくていいこともあるんだよ、みんな。うん、水。まあ、高いの作るためにしたか。スピンだから。急に。パックはいいよ。今日もコーン茶飲んでむくみ取っていくんで、リハの時から。もうすぐかな配信。あと10分切った。朝配信は「あ、バブちゃんルームから来ました」って。結構さ、昨日のバブのお洋服がさ、遠目からね、多分配信見てた人がさ、
バブちゃんのお洋服に対してエプロンですかって言ってたのがちょっとじわりすぎて、エプロンじゃないのに多分見えた位置と形的にエプロンに見えたっぽいねんけど、確かに遠目で見たら見えんのよ。ちなんか一人でじわってた。あ、この配信は59分からスタートしてるね。あとね、ナッツライブのレシピピピピピレシピカードがみんなの元に届いてるみたいで安心です。よかった、ぜひ皆さん届いたら届いたって言ってね。なんか生写真も届いたっぽいね、5月の。よかった、届いてるみたいで。届いた報告待ってます。あ、ポスト入ってんじゃない？ポストにみんなチェック。あとね、あ、昨日大富豪をちょうどしてたらちょうどメンテナンスに入ったから多分6月仕様になってるはず。大富豪も多分最終ランキング何位やろ、先月13位ぐらいな気がする、自分のね。すごいね、本当に上には上がいてすごいよ、みんなね強い。あ、サマーツアーのライブはお支払い明日までだって。あれはモバイル会員の受付はまだやってるかな、ぜひ来てね、お待ちしております。あ、明日までだった、お待ちしてるよみんな。ツアーもね、7月は多分ツアーの思い出が一番濃くなると思うので、6月は公演かな。いや、もつ鍋ね、もう私多分前日は食べれへんからさ、むくむから絶対。かといってさ、終演後もさ、言うてだよね、言っとこう、本当に打ち上げしましょうねって。あ、今日イスコインに初めて行きますって、嬉しい、お待ちしています、楽しもうね。じゃあちょっとランキング読みをします。今日のランキング13位くーちゃん、ありがとう。12位たくまくん。11位ゆきちかアットマーク SK ホテルちかこ、お10位つるちゃんアンディ。9位ゆうたくん。8位提督のボレー。7位すけさん。6位こまさん。5位ペチペチ太郎。4位たくみん。3位赤シャツ。2位大空。1位あおちゃん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。今日も朝から配信を見に来てくれてありがとうございます。今は8位です、ランキング。まだまだ1位諦めずに残り追い込みできるように応援よろしくお願いします。北海道のおすすめは私リーさんに聞いたんだな、去年のいろいろおすすめを教えてもらって、ただ時間の都合上全然いけんくてやってんけど教えません。でもどこだっけね、一元ってとこのラーメン屋さん美味しかった、めっちゃ並んだけど、でもメンバーと並んだから待ち時間も楽しかったな。公園行ってきます。あ、一元じゃないわ、新元、一幻ってところ、あ、そうそうそう、新元じゃない一幻みたいなところです。そう、エビラーメンがめっちゃ美味しかった。でも空港でお土産も売ってて、それも美味しそうだった。あ、頼もう、お土産
と2分で終わろうかな。また終演後20時ぐらいに会いましょう。会いましょうルーム。今日も頑張りましょうルーム。行ってきます、公演。今日もみんなも素敵なサタデーを過ごしてね。今日はお天気いいみたいなので、いいな、洗濯物をしたいな。あと17時からなので、みんな時間気をつけてね。ありがとうね、今日も朝から一緒に盛り上げてくれて。クマある、目の下に。ありがとうね、バイバイ。おやすみって二度寝か。二度寝する人はゆっくり寝てね。二度寝しないよ、もう時間ないよ、急げ。バイバイ。よろしくお願いします。6月もみんな最後の最後でしびれ切れてる。